いやー、暗くなってくると、なんでこう、ワクワクするんでしょうね。昔からですよね。やはり暗くなって夜になってくるにつれて、やっぱりドキドキ感、ワクワク感っていうのはね、出てくるもんなんですけども、なんででしょうね。夏になったらね、お祭りがね、始まると思うんですよ。あちこちで。で、そのお祭りにもね、こう行って、どんな風なね、お店が出てんのかなとかっていうのを見ながら、のんびり歩いてんのもいいですよね。んで、美味しいものがあればね、ジャンク系の焼きそばなんかもまあ美味しいですね。ああいうとこで食うから美味しいんでしょうけども、普通に食ったら多分、うわぁ、なんだこりゃっていう味なんでしょうけどね。まあそれでも、外で食べる、そしてお祭りの中で食べる焼きそばとかね、お好み焼きとかね、ああいうのはもう本当に別格です。お祭り調味料というその辺のね、味付けというかね、雰囲気というかね、その辺で美味しさを感じるんでしょう。だけどね、また夜になって夜のいいところというのはね、いっぱいあります。こう車がね、どんどん少なくなれば車も走りやすくなるし、そしてね、周りの、ね、人も見えないのでね、何をやっていても気づかれないし、いいことばかりですよ。まあそういうとね、なんか変態だとかね、アホだとかっていう人もいますけれども、はい、その通りですんで、別に構いません。だけどね、やはり夜になるとね、独特の雰囲気が、街の中にも出るし、そして住宅街にも残るんでね、そういった雰囲気、空気をね、空気感を、まあ、感じれるというのはね、まあ、一つの楽しみでもあります。またそれを何も感じないっていうのであれば、まあ夜あんまり好きなんじゃないのかなとね。ただやっぱりもう昔ね、今から30年以上前、小学生から中学校に上がった頃というのは、ちょっと夜遊びが始められるような年齢だと思います。小学生だとまだまだね、親に早く帰ってきなさいと。ね、そういったことで、早く帰らなきゃいけない義務的なね、そういったところで、早く帰っていましたけども、やはり中学生ぐらいになってくると、少しはね、遅く帰っても、まあ、怒られないんじゃないかという淡い期待を持ちながら遊ぶわけですよ、夜ね。もちろん、帰って、怒られるんですけどね、遅くなってね。どこ行ってたの？何やってたの？ってね。まあ、だけど、そういったことを、こうね、思い出すのもあるんですけども、やはり夜というのはね、また一種独特な雰囲気があってね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっと信号変わりそうなんで終了します。